はい、こんにちは。まーちゃんねるまえるです。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダージオのライダーアーマーシリーズフォーゼアーマーです。はい、ということで先日ね、劇中にも登場しましたフォーゼアーマーね、うん、これをゲットしましたので早速開けて遊んでいきたいんですが、その前に5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、では早速開けてみましょう。うん、おお、結構すごいんだけど今回。はい、ということでこれがフォーゼアーマーですね。うん、すごいね、この劇中通り、うん、ちゃんとロケットね、ロケットになる。ほらこれね、しかもね、ちゃんとね、しっかりくっついてんの。もう前のと違うね。もうね、外れやすいとかね、そういうんでね、イライラしなくていい。うん、これもしっかりね、くっついてね、素晴らしいです。すごいよこれ。ね、印象的にはあの外務のアームズチェンジシリーズ、うん、あれっぽい感じだね。そうだね。うん、でも素晴らしくよくできてます。がっちりね、びっくりですね。うん、ちゃんとロケットになってますね。おはい、ということでこちらが仮面ライダージオのフォーゼアーマーだね。そうですね、すごいね。おお、いいじゃん、ちゃんとフォーゼアーマーだよこれ。真っ白そうだね。うん、はい、アップにするとこんな感じでね。うん、まさにあの劇中のごっつい感じがすごい再現されてるけどね。うん、で今回ちょっと残念だったのがこのマスクがですね、この本体にくっついてるタイプ、うん、この後ろからこうひっくり返すタイプなので、ジオのやつしかついてきてません。そう、ゲーツ用はないですね。うん、ここ別にマスクであってもよかったと思うんだけどね。うん、かぼってね、かぼってかぶせるね。うん、だから顔を動かすことができません。うん、ただ手は動かせるね。うん、しっかりこうほらロケットでね、足もちゃんと動かせる。だからここの関節部分だけちょっとついてこないかなって感じかな。うん、で背中から見るとこんな感じでちゃんとロケットついてますので、こっから炎がプシュッ、ここが飛べるようになってますね。素晴らしい。おー、あと時空ドライバーもこのアーマーにね、あらかじめくっついてるものですね。うん、なんでここは差し替えなしだね。うん、これがジオを中に入れた状態のアーマーだね。このロケットモードのまんまでジオを中に入れた感じだね。うん、これすごいね。これも劇中で出てきたもんね。うん、でどうなったんだっけ、このままこうキックしたんだっけ。キリモンキック、こうかこうか。はい、ちなみにゲイツにフォーゼアーマーをセットしてみるとこんな感じですね。うん、やっぱりね、今回は白ベースで、これで顔もジオウなのでちょっと違和感あるかなって感じだね。うん、だいたいゲイツって黒のアーマーになるからね。うん、もう今回は全部白なんでちょっと違和感ありますね。そうだね。今度こそお前を倒す、オーマジオウ。僕はオーマジオウじゃないって。何言ってんだ、お前オーマジオウになるんだ。それに僕は新しい力を手に入れたんだ。なんだって。それはフォーゼ、もしやお前また過去のレジェンドライダーの力を奪いやがったな。やっぱり許せねえ、大町よ。ふぅ、何、何、はっ、それがフォーゼアーマーか。思いっきりフォーゼじゃないか。いや違う、思いっきりロケットじゃないか。はぁ、うわぁ、ちょっと、待て。俺にも変身する時間をくれないか。あぁ、ちょっと、待ってくれ。ちょっと、早すぎるだろう。はぁ、オッケー。時間のライダーだけに、もう少し時間をくれ。俺に変身する時間をくれ。はぁ、おい、まさか。とりゃあ、だから時間をくれ。うわあ、やったぜ。はい、ということで今回は仮面ライダージオのライダーアーマーシリーズフォーゼアーマーで
した。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画いつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイ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 。